パラマーラ朝1200年頃のインドパラマーラ朝は9世紀初頭から14世紀初頭にかけて中西インドのマールワーを支配したヒンドゥー王朝。ラージュプートの王朝でもある。首都はダール。マールワー地方はデカン地方を支配していたラーシュトラクータ朝の王ゴービンダ3世によって9世紀初頭に獲得された領土であった。その時、ゴービンダ3世はマールワーの統治をパラマーラ族の族長、ウペーンドラに任せたというのが、このパラマーラ朝の始まりであった。とはいえ、北インドにはプラティーハーラ朝が存在し、デカンと北インドの間にある、この地域をめぐり、ラーシュトラクータ朝とプラティーハーラ朝は、幾度となく争った。パラマーラ朝もラーシュトラクータ朝の風神として、不安定な支配を維持しながらも戦った。10世紀後半、シーアカ2世の時代、プラティーハーラ朝は徐々に衰退し、ラーシュトラクータ朝は南インドのチョーラ朝との争いに追われていた。彼はプラティーハーラ朝のマールワー領を奪い、西方ではマヒーカワイ制までを獲得し、マールワーの全領域を版図とした。一方、主下のラーシュトラクータ朝はその間も、チョーラ朝との争いに忙殺されていたが、クリシュナ3世が死にコーティガー・モーガバルシャが即位すると、シーアカ2世は反旗を翻した。パラマーラ朝は、ラーシュトラクータ朝と交戦状態に入ったが、972年には、その首都マーニアケータに迫るほどの勢いを見せた。このことは、カリアーニのチャールキア朝の宗師やモノタイラ2世が、立ち上がる契機を作った。これにより、タープティカワ以北の領土を獲得し、ラーシュトラクータ朝から独立を達成した。ボージェ・シュバラジーン11世紀初頭に即位した王ボージャはパラマーラ朝の最も偉大な王だった。ボージャは王朝の領土を拡大し、デカンのコンカン地方、グジャラート南部のラータ地方を手に入れ、ラージャスターンのメーワール地方の都市、チットールガルを抑えた。また、コーンカン地方のシラーハーラ朝を抑えて、風神都市、チットールガルを手に入れたことで、グジャラートのチャウルキア朝、ラージャスターンのチャーハマーナ朝に対しては優位にあった。その一方で、11世紀初頭にアフガニスタンのイスラーム王朝であるガズナーサが攻めてくると、他のラージプートの王朝と連合して、これに対抗した。ボージャは建築事業を盛んに行い、河川にはダムを建設し、自身の名を冠したボージェ・シュバラ寺院などを建立したりした。また、彼は文芸を保護したことでも知られ、彼自身も詩作を行い、国文には、詩人王と記されている。この王は、クシーラスバーミニや、サーヤナといった有名な学者からは、文典家としても引用されている。だが、ボージャの治世末期、チャウルキア朝とチェーディのカラチュリ朝の連合軍に敗れた。ボージャの死後、マールワーは両王朝によって分断されることとなった。その後、後期チャールキア朝の援助によって、パラマーラ朝は、マールワーの支配を回復したものの、12世紀半ばから後半にかけてチャウルキア朝の侵攻を再び受け、マールワー全域を奪われた。パラマーラ朝の一族は、マールワーを捨て、遠く、東へと逃げた。王朝は、主系と、傍系、マハークマーラに分かれてしまい、ボーパールとビディシャーの周辺地域を支配する小国と、なってしまった。やがて、傍系マハークマールのビンディヤ・バルマンは、首都ダールをチャウルキア朝から奪還し、13世紀前半に主系と傍系を統合した。だが、かつての勢力を取り戻すには至らなかった。また、13世紀初頭に、デリー・スルターン朝の奴隷王朝が成立すると、1233年に、シャムスッディーン・イルトゥトゥミシュが、ウッチャインやビディシャーを占拠した。1250年には再び奴隷王朝のギヤースッディーン・バルバンの侵略を受けた。さらに、同じ頃に、チャウルキア朝やデカンのヤーダバ朝の侵略も受け、チャウルキア朝にダールを略奪されるなど、王朝が好転することはなかった。パラマーラ朝はその後もマールワーで細々と存続した。だが、1305年に、デリー・スルターン朝のハルジー朝の攻撃を受け、ウッチャインや、マーンドゥなどの拠点を落とされ、ついにはダールも陥落し、パラマーラ朝は滅亡した。ありがとうございます。